2011年の会場の様子モンマスシャーショーは短期開催のものとしてはウェールズ最大の農産物品評会であり毎年8月の最終火曜日にモンマスで開かれる品評会場での羊毛狩りこの品評会の由来はモンマスの農業組合が月引き競争を主催した1790年代まで遡る しかし、牛の品評会の要望が出されたのは1857年になってからだった。モンマス牛品評会を始めるべく、1857年5月30日に、第8代暴法徳ヘンリー・サマセットが10ポンド、ジョン・ロールズが20ポンドを出資した。そして同年10月に最初の品評会が開催された。ロールズは会長を就寝務め、1870年に、 息子のジョン・アランドールズが後を継いだ。乗馬のコーナリング券の機敏さと従順さのコンテスト1876年に、この品評会はチッパンハム・フィールズに新しく作られた牛市場で開催された。その後は第一次世界大戦まで毎年開かれ、まず10月に次第に8月になっていった。品評会は1919 19年に再開され、 モンマッシャーカウンティショーと解消された。第二次世界大戦中は中断されたが、1946年から2006年までは、ボクソールフィールズで毎年開かれた。ただし1956年と2001年は、皇帝駅の流行により取りやめられた。2007年は、モンマッシャー賞の150周年となり、開催地は、モンマスのレッドブルックロードに移った。この品評会は、 元来10月に開かれていたが、監修を増やすために9月に繰り上げられた。現在は8月最終火曜日に落ち着いている。ありがとうございます。